はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。今回は俺プレイしない、うん。アミーボはまだミュウツーと一回も戦わせていません。なので、まあアミーボからしたらなんだこいつと、うん、まあ初めて猫が鏡を見たらこうなるみたいな、あんな感じの現象、うん、になるのかどうかね、ちゃんと相手の動きを読んで戦えるのかどうか、ちょっとこれで検証してみようかなと思います。あ、どうしようかな。ステータスちょっと上げてるから、3対2でいこうか。そうだね、3対2でいこうか。そうしよう、そうしよう。そうしよう。ごめん。ごめん、ちょっとグダグダで。ね。だから、リンクのアミーボたちからすれば、まだ見たことも、戦ったことも一度もない敵なんだよね。違う。ほい。ちゃう。チンコ。ほい。ほい。ほい。で、普通のミュウツー。俺の好きなミュウツー。そして黒いミュウツー。で、こうかな。さてと、結果はどうなるか。相手ちゃんと9レベルにしました。アミーボだったら3対2だったら、俺のこのアミーボはステータス上げてるんで、勝てて当然です。これで勝てなかったら、アミーボたちは初見では勝てなかったということになります。はい。どうしようかな。終点だね。終点がいい。じゃあちょっとここがいいかな。背景がちょっと地獄っぽい。うん。なんかサムスのステージなんだけどね。サムスだよね。おー、面白くなりそう。さあ、どうなる。あ、5期にしちゃったね、これ。長くなりそう。うわ、これ結構厳しそうだけど。うわ、リンチされてる。早くソニック助けてあげろよ。うわ、俺も入りてえ、こんなんか。え、ちょっとソニックボッコされてない？あ、されてない。うおー。どうなる、これ。さあ、どうなる。おっと、おっと、ソニックがすごいことに。3P やってる、向こう。おお、早速倒したね。おー、素晴らしい。でもここは腹筋ちょっとミスりやすいね。ちゃんとしたスーンって壁じゃないっていうか、なんていうの。おー、危ねえ危ねえ危ねえ。おお、面白い。すげえ、頑張ってる頑張ってる。アミーボたち頑張ってる。あ、死んじゃった。おっと、ここで死ぬのはちょっとアミーボさんちょっとあれなんじゃないですか。お、リンク頑張ってんな。さっきからリンク倒してたね。お、リンク倒した。お、リンク強い。リンク強い。やっぱね、一番最初にね、レッドレビルさんが、僕にね、アミーボ教えてくれて、かつ、一番最初に育てて、ずっと長い間リンクさんとやってきたんだよね。このアミーボのね。うん。なんで、まあ、PS は、ソニックよりかはあると思います。このアミーボのリンクの方が、長い間やってるんでね。まあ、いろいろ、知っているでしょう。だがミュウツーは知らないはずだ。だって今本当に初めてやらせたから。さあ、どうなる。どうなるの、アミーボちゃん。お、お。でも、これは余裕勝ちでしょ。だってまだリンク全然だよ。リンク余裕だよ、これ。でもこれ多分一気に4人にしても無理でしょ。普通にリンチでしょ。多分。じゃあ何人までいけるか。いや、でももうこれで覚えちゃったから、もうこれで覚えちゃってるから、多分今みんな、いや、更新してセーブしてないから、アミーボの脳には入ってないよって思うかもしれないけど、じゃあみんな、これはわかると思うんだけど、戦ってる最中レベル上がるよね。ってことは、こいつら本当に、戦ったその場で理解して、その場で、どんどん上がっていくんだよ。だから別に更新しなくても、もう一回戦わせちゃったら、アミーボのプラスチックの場所に、ロードする前に、もうこいつら理解しちゃう。うん。ただそれをセーブするのが、セーブする場所が、人形。そう。そんな感じだよな。おー、ボッコボコだね。リンク余裕だね、これ。4体、やるか、これで勝ったら。おー、今のソニック倒した。素晴らしい。リンクなんて一回も死んでないからね。って言うとフラグ立っちゃう。フラグ立っちゃう。俺フラグ立てちゃった。大丈夫。
アミーボに対してフラグ立てた？初めてのフラグ。そこまでは理解できないよな、アミーボも。まあこれ簡単に言ってしまえば、アミーボってちょっとちっちゃい人工頭脳ね、ざっくり言えばね、人工頭脳だね、完璧に。うん、だって最初アミーボと戦った時、俺の動き全て真似したもん、本当に。まんま、もうありのまま、ありのまんま。ね、ちゃんとね。おー、これ余裕すぎんじゃないか。いや、でももしかしたら、てか、こいつら9レベルやな。9レベルならもうちょい頑張れや、ミュウツー。いや、これで、対等かな？いや、押してるよな、どう考えても。アミーボ。おー、うまい。青色のミュウツーうまい。そこで投げるのうまい。でも、ちきりすぎるとお前の仲間がどんどん死んでいくと。そう、攻めろ、攻めろ、ミュウツー。で、アミーボたち、頑張れ。頑張れ。俺もミュウツーと初めてやった時はボコボコにされた。うん。頑張るんだ。頑張れ。君たちは俺とは違うはずだ。頭がいいはず。そう。You are myself。 おー、いける。でもこれ、スマッシュ一発で飛ぶぞ。端っこにいたら。危ないぞ。どっちを応援すればいいんだ？どっちを応援すれば、おー、頑張ってらっしゃる。いいね。おー。なんか、ここ見にくかったかな。ちょっと見にくかったな。うわお。あら、素敵。うわ、ソニック今めっちゃ溜めたね。この状況で、フルで溜めたけど今。すげえな。アミーボ度胸ありすぎるだろ。この状況で100以上食らっていて、後ろに敵がいるにもかかわらず、目の前の相手を倒すがために、フルスロットで腕を回して全部溜めてからドーンって言ったからね。いや、素晴らしい。やばいわ。ソニック男だわ。男、おリング縦使ってちゃんと防いでる。やべえ。うまい。ちゃんと、下のしゃがみしてちゃんとガードしてるから、本当にまぐれとかではなく、ガチでガードしに行きましたね。縦で。別に、ね、縦じゃなくてもガードできるっちゃできるのに。あえてガード。まあね、ただ下にしてカチッってやるだけで、ね、隙もそんなに大きくもないし。まあできれば縦で防ぐ方がいいんだろうね。シールド貼るとさ、隙が出るわけよ。うん。ただ、リンクは棒立ちしてればもう垂れて防ぎちゃってるわけだから。おっ！余裕だね、君ら。全然余裕だね。じゃ、これいけるでしょ。じゃあ4人でやろうか。で、そうすれば、2対1、2対1みたいなね、感じになるんじゃない？おぉ。いいね。おぉ、すげえ！初めてだよ。初めての宙だよ、これ。みゆちゅうだよ、これ。初めてのみゆちゅうだよ、これ。うまいでしょ、これ。いや、もうこれ、ぼっこだよ。これもうぼっこで早く死んであげてってか、もう今、自分で死にに行きな。みゆつ。みゆつ、君はもう無理だ。てか、本物のみゆつが残ってるね。青色でも黒色でもない。普通のみゆつ。あ。まあですよ。うん。僕もそう思ってソニックにポンってやったらバキンってやられるだろうね。はい。まあ改造してるんで、じゃあ、これでミュウツーの動きも覚えたし、じゃあ次は4対2でも勝てるんじゃないんですかね。まあこれで勝てたのならば、アミーボは素晴らしい。あ、違う、俺じゃない。待って、ハテナになっちゃった。青色。YouTube って聞こえる。YouTube。何色がいいかな。水色。YouTube。さあ、YouTube 頑張れ。はい。じゃあ次のステージ分かりやすい頃がいいよね。終点で、ここの終点はどことないの。ちょっと見たいがためにお願いします、皆さん。ポチッと。え、どんな終点なの。おお。あ、やったことあるわ、ここ。どっちやねんな。さあ、始まりました。アミーボ VS ミュウツー。さあ、どうなる。これは、これはな。これで勝ったら、本当にアミーボはすごいよ。だって9レベル4体だよ。
うわ。じゃあ9レベル、ミュウツーの9レベル4体と普通の9レベルリンクと普通の9レベルソニックを戦わせたら余裕でミュウツー勝ちじゃん。だからこの差ですよ、アミーボとアミーボじゃない9レベルの差。それちょっとみんなにお知らせというか知ってほしいなと思って。いやいや、ちげえだろ、お前が改造してるからだろって言うかもしれませんけど、まあそれもあります。だからあの、でもそんな鬼畜なアミーボに慣れてからガチ部屋行ってみてくれ。そしたらもう今までの自分じゃないことが分かりますよ。もうまずこの化け物のアミーボに慣れてください。うん、買って試してレベル上げさせて、自分がいろんなキャラを使って、アミーボにいろいろ覚えさせてパターンを読ませてから、あとはステータスを上げて、まあ全部平均50くらいでいいんじゃないですかね。50できるか、まあいいや。でまああとはまあ好きなスキルをつけさせたりして、まあ多少ガチ部屋の人とはあの攻撃の仕方が変わると思うんですけれども、あのでかい爆弾とかね、今見た通りなんですけれども、まあその恐怖すらない、ただの爆弾が出てくるんだよね。やべえ、あの爆弾だったら飛ぶとか思わなくて済む。あ、ただのポロリタみたいな。あとリンクのただの上を80の時に食らったら死ぬんだよね。でもガチ部屋ではそんなことない。あれ、ここ広いからダメなの。普通の終点だったらポーンって飛ぶんだけど。いやー、だからね、アミーボを育てて、てかこれ意外といい勝負してるよな、これ。素晴らしいソニック。すげえ。あ、落ちた。あ、今のはリンク事故ですね。完璧事故だね。おわ、今のは、うわ、今のかわいそう。うわうわ、今のは痛い。何今のシンクロ率 100%、 やばくない。いやでもストック的に結構いい勝負してる。いや、この時点でアミーボの良さが伝わってると思う。うわ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 、ソニックさっきからかわいそうなことばっかされてんだけど、大丈夫、的になってるよ。うわ、あ、おお、あ、バカ、おお、ちょっとリンク頑張ってほしいな。ちょっとソニックはさっきから、ああ、やばい、ちょっとアミーボ応援したくなる。ちょっとなんか、なんつうんだ、親心っていうの。やっぱ育ててきた自分がいるから、ちょっとアミーボに勝ってほしいですね。これは新キャラ登場の、確かに450円かかったミュウツーに勝ってほしいっていう気もあるんですが、それよりも高くね、あの一応ずっと過ごしてきたね、あの今度はリンクとソニックさんに勝ってほしいですね。なんとかならないでしょうかね。頑張れ頑張れアミーボ、負けるなアミーボ。おいリンク、お前なんで今見捨てた、お前、おい。さすがにあの4体には近づけねえわみたいな、棒立ちしてたもんね。あとまあネットでも書かれてる通りなんですけども、アミーボはよく止まるっていうじゃないですか。アミーボが止ま、おー、ほんとグロいことすんなミュウツー。アミーボが止まっているとき、それは考えてます。考えてるか、2択あるんだけど、考えてるか相手の動きを見てる、この2個しかない、止まってるときはね。ただレベルが低い50以下の時のアミーボが止まっているときは、だいたい頭こんがらがってる、うん。で、50超えた時のアミーボの止まってるときっていうのは、あ、リンク自爆した。まあだいたい考えてるか、敵のパターンを読もうと相手のパターンを見てるか、どっちかなんですよ。だから相手が止まってる時、あ、アミーボが止まってる時に攻めても掴まれたり回避されたり、逆に追撃食らったりしますんで、本当にアミーボ買ってる方ならわかるはず、これは。本当に、お、ちょっと待って、今いけるじゃんと思ったらボーンだよね。それを狙ってるかな、ね、うん。おっと、アミーボ、いやー、すごい、9レベルのミュウツー、ちょっとすごい、後ろ投げするべきだったね。おお、すげえ、ソニック頑張ってる。お、うわ、あちこちで、あちこちでめっちゃ溜めてる。いや、そりゃそうだ。うわ、めっちゃ溜めてる、めっちゃ溜めてる。うおうおうおう、おみんな溜めてる。うお、みんなチカチカしてる。やべえやべえ。うわー、おっと、おっと、やばくなってきた、やばくなってきたよ。勝ってほしいな。おっとっとっと。勝ってほしいなー。どうにかならないかな。いや、散らばらせるのもいいけど、リンク行け、早くリンク、ソニック助けに行け。お前なんで遠距離で、おいおい、敵の動き見てる場合じゃない、おい撃つんじゃない、そうじゃなくて君行きな、君突っ込み、あ、
ちゃんと避けたね、避けるものはちゃんと避けたね。でもソニックちょっと特攻かけすぎ、ちょっと君1機しかないんだけど、ちょっと考えよう。爆弾か、おお。アミボ、違う、回転切りすりゃ一回で飛ぶでしょ、ちょね、スマッシュ行け、スマッシュ、頑張れ、アミボ、ソニック、ああ、これはやばい、助けに行けて、リンク、遠距離で距離取ってる場合じゃない、あ、ソニックが、あ、これは負けたんじゃないでしょうか。でもここまで粘ったのもすごいと思うけどね。いやでも相手2人殺せばチャンスはなくもない。おお、怖え。ただのリンチじゃねえか。ただの袋叩きじゃねえか、アミーボの。うーわ、お、あとあの黒いミュウツーじゃなくて、白い普通のミュウツー。あー、ダメだ、もう無理だ。はい、これはどっち勝ちと言った方がいいんだろうな。まあ、すごい、みんな同じ格好。え、すごくない？しかもなんか俺の一番そうでもない水色が目の前。ちょっと見てみましょうか。あ、ソニックが結構スマッシュ決めてんだね。ほー。いや、これはちょっとワンチャンあげましょうか。ね、じゃあ3戦勝負ということで、はいね、3度目の正直。まあ一応今のところ最初に初見で戦ったアミーボたちは勝って、人数増やしたら頭で分かっているけど負けたと。でまあこれがラストチャンスだね。これでミュウツーの方が強いかアミーボの方が強いか、まあ普通にタイマーで戦わせたらね、そりゃアミーボ勝ちますよ、それはね。まあですけれども、ここはね、まあ、アミーボはちょっと鬼畜ということで、ちょっと、ね。おー、頑張って。今度こそ頑張って。君たちならいける。おー、ワンダメもらってる。おー、いける。あともう一体さ、アミーボのルカリオ欲しいんだよね。売ってないのよ。売り切れなのよ。ただ、アマゾンで買ってもいいんだけど、手数料かかるじゃん。ならどっかで見つけて買った方がいいじゃんって思うじゃん。じゃあ、おい、リンク、なんでそんなチキる？お前、ほんとチーム戦に向かないな。まあ、ずっと怠慢で育ててきましたからね。そりゃそうだ。うん。ただソニックは攻めれるしかもうそういう攻撃がないから、リンクと相性悪いな。いや、早くアミーボのルカリを買いたいですね。なんかどういう場所に売ってんだろう。イトーヨーカドーに売ってんのかな。ちょっと見てないな、そこ。イトーヨーカドーって売ってるんですかね。ちょっと、良ければ。こういうところにも売ってますよとか、そういうコメントもあれば。おー、リンクやばくない？おー。ほんといい勝負すんな、この人数だと。ここにルカリを入れたいんだけどね。お、リンク爆弾使いなんてないわな。おー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 。おー、素晴らしい。おー、素晴らしい。4444445、あれ？リンク死んでねえ。まあそれはチキってだもんな。チキチキボンだもんな。チキチキボン、チキ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 ラ、うん、チキラシだ、うん、チキった。いや、こんなミュウツー入れてないと気持ち悪いな。気持ち悪いってなっちゃう。おお、とにかく強いな、やっぱり。やべえ、向こうめっちゃ食べる。おわー、うわー、これはもう作戦負けだね。てか人数負けだよね、完璧ね。うん、まあでもだって3人だと勝っちゃうもん。でもこれでアミーボが勝ったら確実じゃん。あーらら、うおお、素晴らしい。やばい、リングの方にたかってる。おお、あー、危ない、爆弾、頑張れ。なんか息子のなんか何、運動会を応援するみたいな感じになってる俺今、そんな気分。なるほど、お父さんもこういう気持ちだったんだね。お、ソニック助けてやるよ、なんで今そこでシールドでガードしてんのよお前。おい、
あーリンクがまだ一回も死んでいない。リンクが、あ、俺が死んでいないって言ってからフラグ立てちゃったかな。頑張れ赤組、頑張ってます。あ、頑張ってません。マジか、これ結構偏ってきたね。まあリンクがなんでこんなに強いかって、強くはない、ただチキって遠距離攻撃とかやってるからダメージ食らうことがあまりないことが多々あった。だから生きてるんじゃないかと思っているが、やっぱ戦闘した回数もあるんじゃないですかね。リンク後ろ見てないもんね。おお、ほんといい勝負だ。でも相手ストック呼んだやついるからな、どうだろう。ソニックの立場つらそう。もうよくやるのソニック、早く飛ばせ、掴んだら攻撃するんじゃない、飛ばせ、相手がいるんだから。うわうわ、ごちゃごちゃ、うわー、もうどこ見てるか分からん、分からん。お、一人飛ばせる、一人飛ばせる。お、ナイス。お、お、ソニック頑張ってる、ソニック頑張ってらっしゃる。お、今いい具合に 2-2 で分かれてる、いいね。お、メテオのやり合い、やり合いじゃねえ、ただソニックできねえわ。できるっちゃできるけど当てるのくっそむずいし、当てたところでソニックはそのままスーンと落ちてく。ほい、おお、頑張ってほしいね。おお、うまい、ジャスがうまいね。この状況でジャスが狙うのもすごいと思うよね。もう落ち着いてるよね、機械では焦ることないから。てかリンクがすごい余ってる。ってことはソニックもう一回死んでもまあいけるわ。どうなる？まあもうあれだね、何回も戦ってるから覚えてきたんだね、ミュウツーのパターンってやつは。まだあの初々しい3体の頃とはもう違う、このアミーボたち、特にリンク。おお、素晴らしい。あ、ソニック死ねるなら今のうちだよ。おっとっとっと、キャポ、頑張れ頑張れ、すごいな。おおおお、リンク危なって挟み撃ちされてる。早く投げろリンク、投げろ、ね、自爆を狙ってんの。おお、すごい回復してるわ、向こうも回復してる、ソニックも回復してる。ソニックはガード時に攻撃されたら回復で、ジャスガ時にガードをジャスガしたら、爆発っていうのをやって、おお、素晴らしい。おお、これは見どころあるぞ。まあこれで周囲消しますからね、先ほど言った通り3度目の正直。まあ基本的にも参戦が結構多いでしょう。おっとっとっと、早くリンク助けてやれ、違うそっちじゃねえ。あー、ほらそんなことしてっから。ソニック死ねるなら今のうち、死ぬなら今のうちだよソニック。おー、うまい、リンクうまい今の。あ、踏まれてんじゃない。おお、あ、おし、さあこれでどうなるか。うわー、もう後がない。さあどうなる、このタイトルは完璧にアミーボ VS、 アミーボ初めてのミュウツー。あ、うん、おっ、お、これ勝ったな、もう3体だもん、これ勝っちゃったよ。アミーボの理解力半端ねえわ、俺もそんくらいの頭欲しいわ。頭脳良すぎ。ソニック助けてあげて、おお、惜しい惜しい。ソニック仲間思い、ソニックは仲間思いだけどリンク冷たい。うわうわ、ああ、リンクリンク行ってあげて、あ、やばい、あ、結構いい勝負、あ、早く行けって、何狙ってんの、何、ま、いや、ブーメラ届かないから。おお、おー、ブーメラ、おー、リング攻めろって、スマッシュ一回、一回で、一回なんだって。あ、危ない危ない、あ、危ない、あ、あ、おお、おお、あ、み、あみよ、向こうめっちゃ食べてる、あ、お、ソニックが犠牲に。ソニック、お前ほんとに仲間思いだな、お前、お前ほんと仲間思いだな、お前。うわー、これは
ま、あ、いや大丈夫、リンかもしれない。上来たら死ぬ。おお、おお、あ、おお、あ、おーい、負けましたね。完敗ですね、アミーボ。いやー、あとで叱っておきますよ。へぇー、面白いなぁ。はぁー。面白い。いやまあそんなこんなで、皆さんいかがでしたでしょうか。ですね、初めてのミュウツーということでね。まあ今やったのが本当に初めてだから、まあどんどん慣れてって人数も増やしてってなったけど、まあ4対2で勝てれば本当にアミーボは2倍強いほどっていう風なことを伝えられたんですが、ちょっとこいつらちょっとお仕置きだわ、後で。うん。ちょっとお尻ペンペンですね。まあそんなこんなで、アミーボも今回頑張ってくれました。まあ、まあ俺とデビルさんだったらね、別に、5対2でも、ん ?4 対2はいけたんだね。ただ5対2がいけないんだ。うん。まあそんなこともありましてですね。ここら辺で終了しましょう。ルカリオも買えば、すぐサマー出したいと思います。はい、それではこの実況を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。いやーね、俺の使ってるアミーボは、まあなかなかだと思うんだけどね。うん。じゃあ、みんなも家にあったら試してみてはいかがでしょうか。初めてのミュウツー。でね、いきなりタイマーやらせても絶対アミーボ勝つから、多分勝つであろうから、まあ、2対、ダンダダ2対3でいいんじゃないですかね。で、スキル上げとかしてないんだったら、まあ別に、まあ1対1でもいいんじゃないかな。うん。はい。じゃあまあ、そんなこんなでここら辺で終わりたいと思います。こんな実況を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。へい。はい。この実況は K の実況でお送りいたしました。それでは次回も、サミサミスー